皆さんこんにちは。今回はメッツ傘下の 3A シラキュースで苦しむ藤浪晋太郎投手の現状と今後の去就について詳しく解説していきたいと思います。藤浪投手は昨シーズンオリオールズでリリーフとしてチームのア・リーグ東地区制覇に貢献、オフにフリーエージェントとなり、今季はメッツと年俸$335万、約5億2000万円で単年契約を交わしました。リリーフとしてメジャーで生き残る道を選んだ藤浪投手でしたが、開幕からマイナー生活が続いています。5月7日までリリーフとして9試合に登板、しかし7回2分の3で19四死球という制球難に苦闘、防御率は 14.09 とメジャー昇格には程遠い数字です。このあまりの惨状に日本球界復帰の可能性がささやかれ始めました。藤浪投手の代理人であるスコット・ボラス氏は6日にドジャースタジアムで取材に応じ、藤浪はメジャーレベルの球威を持っている、制球力が戻ればやれると改めて160キロ超えの直球を放たれる潜在能力の高さを PR、 同時に彼のいる場所は本当に寒いとも語り、現在の不調の理由に気候を挙げました。これについて米大手マネジメント会社の代理人は、確かにシラキュースの春先は寒いし、チームの遠征先も同様に気温が上がらないところがあります。裏を返せば寒くなければここまでコントロールを乱すことはないということをボラスは言わんとしていると分析し、さらにメッツにメジャー昇格をアピールするだけにとどまらず、他球団にトレードを検討するよう周波を送っているのだと思いますとも指摘しています。ただ現段階で藤浪投手の年俸を引き継いでてもトレードで獲得しようとするメジャー球団が現れるとは考えにくいようです。もう少しシーズンが進んで怪我人などのチーム事情が理由になり未払い部分が減ったら藤浪を取りに行く球団はあるかもしれませんが、それでも今のコントロールを修正しない限りは厳しいでしょうと前出の代理人は語ります。それゆえ一部メディアでは7月末に設定されている NPB の移籍期限までの日本球界復帰が取り沙汰されているのです。候補に挙げられるのは藤浪投手の古巣である阪神と新庄剛志監督が就任している日本ハムです。阪神は藤浪投手の去就が未定だった昨オフに復帰を検討したとされています。日本ハムは新庄監督就任直後に獲得を熱望し再生に意欲を示した過去があります。しかし去る元 NPB 球団監督は両球団が獲得に乗り出すことに懐疑的です。今の阪神と日本ハムに藤浪が割って入る余地はあるでしょうか。投手は何人いても困ることはないとはいえ、特に阪神は投手陣の駒が揃っています。日本ハムも新庄監督が進退をかけて臨んでいる今季は上位争いに絡んでいます。藤浪を欲しがっていた就任1年目の時とはチーム状況が違います。その他の NPB 球団の獲得の可能性にも元監督は否定的です。シーズン途中に補強するということは即戦力として使いたいということ、先発としてもリリーフとしても今の藤浪のように投げてみないとわからない状態では手を出しづらいでしょうね。オフに入っても展望は明るくないようです。オファーはここ2年の藤浪投手が手にしたメジャー契約には遠く及ばないと予想されています。メジャー帰りという話題性に加え、球の強さや故障がないという持ち味はあります。しかしもう潜在能力だけで評価される年齢は過ぎ去っています。日本の球団のオファーが阪神の最終年2022年の年俸推定4900万円を大きく上回るとは思えませんと在京セ・リーグ球団編成担当者は語ります。では藤浪投手にはどのような選択肢が残されているのでしょうか。前出の米大手マネジメント会社の代理人は意外な可能性を示唆しています。今後もマイナー暮らしが続いたとしてもメジャーを目指していくかもしれません。藤浪自身はアメリカでの生活にフィットしているようですから、マイナーに耐え続けた選手としては近いところでは筒香嘉智も外野手現 DeNA の例が挙げられます。昨季はメジャー昇格がなく、今季もマイナー契約の招待選手としてジャイアンツの春季キャンプに臨んだ筒香選手、序盤に日本球界に復帰したものの最後まで米国に未練を残したそうです。藤浪はボラスも認めていたように積極的に英語を話しチームメイトと打ち解けようとしています。通訳なしでも十分にコミュニケーションを取れています。初めてのマイナークラッシュでも前向きさは失っていないようです。筒香と重なるところもありますと代理人は指摘。そして藤浪投手がマイナーでも米球界に固執する理由をこう説明します。阪神では制球難に苦しみ注目度が高い環境を変えることで打開しようというのが
メジャー挑戦の動機の一つになっていました。アメリカ行きは長いスランプから抜け出し、プロ入り当初の輝きを取り戻すためのラストチャンスと捉えていたはずです。このまま結果を出せないで日本に帰れば、今度こそ引退と隣り合わせになることは本人が誰よりも分かっていると思います。独身でもありますし、やれるだけやろうと、そう簡単に日本には戻ってこないと見ています。ボラス氏は、私たちが与える情報も理解できると藤浪投手のクレバーさを認めているだけに、今夏の日本球界復帰を拙速に決断する可能性は低いのかもしれません。ここで仮に日本球界復帰を決断した場合、手を挙げそうな球団について見ていきましょう。まず挙げられるのが古巣の阪神です。しかし藤浪は阪神時代の住まいを引き払い、裸一貫で渡米したと聞いています。しかも阪神時代はトレード願望があったとも言われている。今の阪神の投手陣はリーグ屈指、藤浪が入る余地はないでしょうし、藤浪自身も阪神以外の球団からオファーが来ればそちらを優先するでしょうと、去る代理人筋は阪神復帰の可能性を低く見ています。次に候補に上がるのが日本ハムです。新庄監督は喉から手が出るほど欲しいでしょうと日本ハム OB は言います。2021年オフの監督就任直後に OB の岩本勉氏の YouTube チャンネルに出演。俺欲しい選手一人いる、阪神の藤浪くん、俺のところに来たらもう化けるとラブコールを送っています。新庄監督はソフトバンクから獲得した田中正義を再生し、抑えに抜擢したように伸び悩む選手の復活をアシストしたい、再生に自信を持っている。しかも日本ハムは新庄監督が就任する以前から藤浪の獲得に関心を持っていましたから、一方で藤浪には指導者から手厚いサポートを受けられる球団がベストという声もあります。藤浪は昨季オリオールズで高騰した時期があった。小郡は近年 MLB のファーム組織ランキングで1位の常連、優れた育成力を支えるのがデータを駆使した制球力改良プログラムで、これが藤浪の復活をアシストした。無駄がない投球フォームを形成するためのトレーニングに加え、ブルペンではコーチが投手ごとに設定した的をめがけて投げる練習もある。22年に66試合で防御率 1.40 の好成績を挙げた。リリーフ左腕のペレスは制球難に苦しんだレッズ時代の21年25試合で防御率 6.38 から大幅に成績がアップ。昨季抑えで33セーブをマークしたバティスタもマイナー時代にこのプログラムに取り組んで制球力が向上した。メッツも24年開幕前のファーム組織ランクは13位と悪くないですが、藤浪には成果が出ていない。日本にこうしたメジャー式のプログラムを整えている球団があれば藤浪も喜んでいくのではないかと現地特派員は指摘します。その意味ではオリックスが最適かもしれません。昨季までリーグ3連覇を達成したオリックスの強みは育成力。中島監督とフロントによる育成計画をメジャーでの指導経験がある中垣誠一郎巡回ヘッドコーチが中心となって実践しています。今季日本ハムからトレードされた吉田輝星は開幕一軍入りを果たすと、ここまで11試合で防御率 6.75 ながら直球の球威やキレは着実にアップしている。藤浪もオリックスならもう一度輝きを取り戻せるかもしれません。ちなみに藤浪の代理人であるボラス氏は西川龍馬の代理人も務めている、球団とは太いパイプがありますとオリックス OB は語ります。マイナーで復活を目指すか、それとも日本球界に活路を見出すのか。トレード期限は7月31日、藤浪晋太郎投手の周囲が騒がしくなりそうな雲行きです。ここで一つ興味深い情報があります。実は阪神の岡田彰布監督が密かに藤浪投手獲得の補強プランを温めていたというのです。制球難を抱える藤浪投手を自らの手で再生させたいとの意欲もあったそうです。古巣復帰の可能性は低いと見られていましたが、岡田監督の構想次第では状況が変わるかもしれません。ただいずれにしても藤浪投手本人の意向が最も重要となるでしょう。アメリカでの生活に前向きな姿勢を見せる藤浪投手、マイナーでの苦境を乗り越えメジャーの舞台で再び輝きを取り戻すことができるのか、あるいは日本球界に舞い戻り新天地で復活を遂げるのか、藤浪投手の決断に大きな注目が集まります。今後の動向から目が離せません。いかがでしたか。今回は藤浪晋太郎投手の現状と今後の去就についてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録
高評価もぜひお願いいたします。それではまた。